居酒屋の隣席からおすすめされてくるちょっと覗きたくなるような 5G のお話ということで、今日はともさんに 5G とは何なのか、どういったことなのかということをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 5G、 はい、私の印象としては、はい、まあほらiPhone って 3G っていうところからなんか有名になったじゃないですか。 iPhone3G とか言っちゃって、はいはい、で 3G がなんか次この LTE になって、はいはい、で 4G になって、はい、でなんか最近 5G ってなんか出てきて、対応の端末出てきたけど、うん、じゃあ何が変わってるかって言ったら、いや、体感としてはあんまり違いがわからないってみんなの感想が聞こえてくるっていうイメージなんですけど、どういうことなんですかね、実際は。そうですね、みんな多分そんな感じの知識だろうなと思ったんで、うんうん、一応なんかまあ細かくは言わないですけど、僕携帯の関係の仕事をずっとやってきてるんですけど、まさにその 3G ぐらいからね、うんうんうん、で最近まあみんな 5G 言うけど、何残っちゃいなって多分思ってるだろうなって思ったので、おう、まあ、ざっくりですけど話したいなと思ったのがまず一つ。ああ、素晴らしい、うん、はい。でもう一つはなんか最近コロナ禍じゃないですか、うん、でコロナ禍においてなんかコロナと 5G ってなんかよく紐付けて話すような人が結構いるじゃないですか。と、まあ、近くにはいないですけどね。なんかチラチラ聞こえてくるでしょ。わかんないですけど。でなんか例えばさ、コロナのワクチンがさ、なんか変なマイクロなんとかが入っているとか言ってさ、回路図が書いてあったんだけど、あ、でも知識のある人見たらそれってなんかエフェクターの回路図じゃんみたいなだったりとかね。あ、で要するにその技術者からしたら、うん、そういうねコロナと 5G とかっていうのは全然関係ないし、うん、なんかそのまあ不安になるのは分かるけど、ちゃんと理解すればそんなこと言わないよっていうのをちゃんと伝えたかったっていうだけの話。ああ、いいですね。そこのところちゃんとね聞いておきたいですよね。はい、そうですね。で、先ほどおっしゃってた通り、その 5G ってじゃあそもそも何ぞやって話なんですけど、うん、まあ 3G、LTE、4G、5G っておっしゃってたらまさにそうで、その 5G ってフィフスジェネレーション、要するに第5世代ってことですよ。うんうんうん、それを表す言葉なんですよ、うんうん、5G っていうのね、うん、だから例えばさ 5G になんかワクチン言ったら 5G に接続されるとか言ってるけど、もう言葉として間違ってる。それは体が接続されるっていう意味なんですかね。体っていうか 5G に接続されるって言ってるけど、 5G ってその総称だから 5G、 まあ略してるんだと思うけど 5G の電波につながるとかそういうことを言いたいんだと思うんですけど。あ、自分の体が。そうそう、ああ、そう、こんな繋がるんだったら俺だって打ちたいわ。便利じゃね、情報は自分の体で受信できるわけですからね。好き、まさにあれじゃないですか、なんか広角機動体の話、あれだって有線繋いでたから。ああ、そう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 、そうっすね。それ無線で繋がっちゃうとすげえなって話なんですけど、まあね、そんなことはありません。ありません。で 5G ってその第5世代っていうことなんで、うん、第5世代の移動通信システムっていう言葉なので、うん、で 5G ってその、まあ、電波使う電波はまた別で、ニューレディオっていう NR っていうあれなんですよ。うん。ん、うん。で、まあ、なんていうのか、高周波数帯、今まで使ってなかった高周波数帯を使って、通信をやろうっていうところなんですけど、まあ、細かくは言いませんと。で、5G って3つ、今までの 4G とかと比べて3つ性能を上げようっていう、ポイントがあって、うん、で一つ目がそのなんだっけ、高速大容量で通信をしましょう。要するになんていう、下り何メガ、上り何メガとか言ってたじゃないですか。うんうんうん、あれがめちゃくちゃ速くなる。ああ、なるほど。まあまあそういうことですよね。そうそう。でもう一つは低遅延。要するに、うん、レイテンシーが、うん、そう、レイテンシーがほとんどない。うん、だなんか前パフュームがさ。うん、なんか東京とニューヨークとロンドンで同時になんかライブ、3人がそれぞれライブやってるけど全然ロスがないみたいなね。あ、どこもやってたんですけど、そういう要するに全く遅延しないっていうのを目指そうっていうのがありますと。は
はあ、はあはあ、あともう最後がその多数同時接続っていうのがあって、うん、なんか例えばさあのコンサートとか行くとさ、うん、電波繋がりませんとかあったじゃないですか。ああ、そのあれか、あのいろんな人を待ち合わせするのが同時にあれだっていくって感じ。そうそうそう、うん、でそれを改善しよう、その3つをビジョンに掲げてたんですね、 5G として。ああ、はあ、はあ、そうですね、そうそうそうが、そうだといいですよね。そうで、その第5世代っていうのはその3つをあの向上させようっていうところでいろいろこう努力しているところがありますよって話です、うんうん、で、なんていうのかな、昨今なんですけど、まあ、あのドローンが流行ったりしてて、うん、あの別の言葉で IoT っていう言葉があるんですよ。 IoT、インターネットオブシングスっていうんですけど、うん、要するに全てのものがネットワークにつながる世界。ああ、もう高架機動体ですね。そうそう、だから家電もテレビも車もドローンも全部そのネットワークに接続されて制御する。なんかもう最近なんかその なんですかその、そのレンジがそのネットでつながって レシピをダウンロードしてきてとかなんとかっていうのはあったじゃないですか。そうそうそう、それいると思ったけど、まあ、うん、あれですよね、まあ、もっと高度になれば必要、逆にそれがないと不便で仕方がないっていう中になってくるって感じですよね。そうそう、うん、でそういうの の世界のことはインターネットオブシングス、要するに物が全てインターネットにつながるっていう意味で IoT って呼んでるんですよ。なるほど、うん、でその IoT を実現するためにはそういう無線のね、うん、さっき言った3つぐらいの性能をどんどん上げていかなきゃいけないんで、うん、で第5世代としてこれぐらいを目指しましょうっていうのを、そのさっき言った3つを掲げてやってるのが今の 5G、うんうんうん、第5世代っていうことなんですよ。はい、で概要はそんな感じですと、うん、じゃあその 1G から 5G まであったはずじゃないですか。そうっすね。そうそう、でじゃあ歴史があるわけで、うん、じゃあ第1世代って何っていう話が始まるんですけど、お第1世代ってアナログなんですよね。携帯電話のアナログ電話。アナログ、なんか平野ノラがしもしもとか言ってるあれですよね。電電公社の頃のやつってことですか。そうそう、あのショルダーホンみたいなやつ。あ、ショルダーホン、あ、一応携帯電話なわけですか。携帯です、だからこれ携帯の話です。ああ、そうなんだ。あ、いや、有線電話の話ではなくてね。そうそうそう、あ、じゃあ有線で、有線電話まで入れちゃうともう 0G なわけですね。 0G。 そうそうそう、あ、なんで、あの 1G っていうのはアナログ時代。ああ、なるほど、アナログ電波なわけ。そうそうそう、うん、で、第2世代セカンドジェネレーションは、うん、あれですね、 i モードとかあったじゃないですか。ああ、うん、要するに文字、デジタルでつながる文字情報とかってこと。そうそうそう、うん、まあでも要するにネットワークにもつながりましたよね。ああ、うん、i モードって接続ってやつじゃないですか。うん、うん、ドコモユーザーじゃなかったのでわからないですけど。ああ、うん、i モードはそうだし、KDD は EasyWeb。EasyWeb。うん。いまだにあれですよね。あの、キャリアメールは EasyWeb ですよね。そうそうそう、うん。で、このくらいの世代っていうのは、その、ドコモとか KDDI とか、KDD とか DDI とかかな。うん、あの、なんかその、キャリアによって、あれが違う、方式が全然違ったんですよ。そうですよね。うん。要するに、なんていうのかな。方式が、その、使うキャリアによって統一されてなかったんですよ。うん。で次の 3G、 僕この辺で社会人になって、うん、その 3G ってものが世の中に出る前からそれの、仕事に就いたんですけど、いやー理系、さすが理系。で 3G って何って言ったら、どこまで言ったらフォーマーとか。あ、フォーマーが 3G に当たるんですね。そうそうそう、なんていうの、テレビ電話できちゃうよとか。あ、ちょっと画期的だったじゃないですか。まあ、カクカクだけどね。そうそうそう、うん、着歌ができるよとか。あ、なんかそのフォーマーっていう言葉は結構なんかセンセーショナルに出てきたような気がする。まあそうですね、なんかダウンロードっていう端末にダウンロードっていう概念ができてきた感じしますよね。そう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 、うん、で僕その 3G がその世の中に出る前からその仕事に就いた時に 3G って全然知らなくて、うん、テレビ電話できるんだよって聞いてマジでって思った記憶があるんです。あ、であと技術書とか見てたら、そのなんていうかネットワークからダウンロードしていろいろテレビがいつでも見れるようになるとかいろいろ書いてあって、そ 3G… まさかって思ったけど今まさにそうなってます。 3G って2000何年ぐらいの話ですか。2000
2000年にサービスインかな。まあそれは最先端のところなんでしょうけど、その 3G が一般化したっていうのはどれぐらいの年代ぐらいですか。だからさっき言った通り2000年に初めてドコモがフォーマっていうものをサービスにしたんですけど、うん、でフォーマは出たけど最初すごいでっかい携帯だったんですよ。ああ、なんか iPhone が出たのが2008年だから、うん、2008年ぐらいにはもうその iPhone が使えるぐらいみんな浸透してたっていう。ああ、だからその頃のイメージとして、例えばもう 今ではなくなってしまった電子なんていうんですか、電子メモじゃなくて、なんか クリエとかあったじゃないですか、ソニーのクリエってなんかありましたね。ね、ソニーのクリエとか、まあ、ザウルスわかんない、なんだっけ、なんかそのなんか、あ、なんかちょっと液晶の画面のちょっと大きいやつでタッチペンでなんかやるやつあったじゃないですか。ああ、スタイラスでなんかこうやったりするっていうか、あれがなんかそのなんかこのインターネットの中のガシャってやつにつないで、でそれでそこで電波が通信できるっていうようなこのイメージだったんですね、そのぐらいの2000年のちょっとあたりっていうのは。ああ、うん、なんかメールするときにつないでたりしたな。でもそれって多分ね 3G より前かな。ああ、それって 2G のまだ感じてるんですか。 3G はもうあれですからね、なんだっけ、14Mbps だから結構あの大容量でインターネットにつながるようになった。ちなみに BPS っていうのは何の略ですか。BPS はビットパーセカンドなんで、データの通信量を示す単位、1秒あたりにどんぐらいの容量を送れるかっていうことですか。そうそうそう、昔で言うとなんか何メガ BPS とか、みんなメガとかで省略してるけど、結構単位は全部 BPS なわけですよね。何メガバイトっていうかビットパーセカンドっていう話かな。なるほど、はいはい、そうで 3G、 さっき言った通り iPhone3G っていうのがあのソフトバンクかなんかから出て、うん、あれは孫さんがね、 iPod か iPod で電話できたらいいねみたいなことは言ったわけですよね、多分。 あの人に、あれなんですか、あのスティーブ・ジョブズに あれなんですか、孫さん由来でその話を言ったんですか。まあ多分本当こそか分かんないけど、なんかそういうやり取りがあったようななんかちらっと聞いたことあります。すごいですね。iPad は、まあ、携帯電話のあれはなかったです。Wi-Fi とかで繋がっててはいたけど、うん、でね、iPhone というのはセンセーショナルに出たじゃないですか。うん、これあれですよね。あの iPhone っていうのが正式の発音で、みんな iPhone って言うけど、iPhone っていうのはあの置き電気かなんかの iPhone なんでしたっけ？なんかでしょ？なんかで家でさ、ね。ね、だからそのあと訴訟問題までなって、その言い方はフォーンって伸ばすのがアップル社のもので本当はっていうことです、うん、なんですよね、確かね。iPhone って言うんだね。 iPhone ってそうですよね、もともと iPhone ってのあったんですよね。そう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 、フォンじゃなくてあの iPhone ってね、 iPhone っていう、ね、iPhone、ね、iPhone だったんですよね。なんで、そうそう、だから父さん意識して iPhone って言ってるのがかっけえなと思いましたね。でもあれですよ、なんか IoT とかね、うん、T を T とか言っちゃうのは技術者だけなんですよ。ああ、でも分かんないから T か C かなんか分かんないじゃないですか、やっぱそうですよね。 D のことを D って、そう D とか D、 そうで、デルタの D でしょ。そうだから、はい、なんていうのかな、 D と T って聞きづらいから、うん、だからT のことはデーだし、うん、T のことはテーって、まあ、言います。技術者の人は言うじゃん。いやいやいや、言います。技術者理系だなっていうのはみんなそういう風に話す、ね、いや僕文系ですけど言いますよ。あるあるだなと、うん、そうそう。で、次なんですけど、 4G の前に LTE ってのが、ね、LTE ありました。またテーが出ましたけど。そう、 LTE って、うん、ロングタームエボリューションっていうのの略で、うん、それってあれなんですけど、電波の方式の話なんですよ、うん、例えば 3G っていうのは WCDMA とか言ってたんですよね。あ、 CDMA1 CDMA1 だ。そうそう、 CDMA1 は移動、うん、KDDI、 そう KDDI 移動。 そこもなんかちょっとずつあれが違うんですよ、うん、方式が違うんですよ。なるほど。そうそう、で、あのドコモは WCDMA だったんですよ、うん、CDMA1 なんて多分俺20年ぶりに言ったな。みんな CDMA って何のことか分かってないと思うんですよ。CDMA ってコードディビジョンマルチプルアクセスの略で、うん、
か符号なんとか拡散とかいうその電波 の仕組みの話なんですね。そう、だからその DNA みたいなデオキシリボ拡散みたいなもんですね。LTE も同じ TDMA とかと同じ言葉のジャンルで、うん、ロングタームエボリューションでその、ね、電波の使い方の話なんですね、うんうん、とかちょっと面白いですよね。で 3.9G だったんですよ LTE って。 3.9G 複雑なんだけど、うん、あの 4G になる前の技術で 4G みたいなことをやろう。なるほどね。だから 4G と明確に違ったんだ。 4G は LTE アドバンスっていうかちょっと違うんですよ。あ、なるほど。なんかね、名前が変わっただけだと思ってましたよ。ああ、いや、明確に違うんです。明確にやっぱ違うんだ。へえ。でもそこもなんかね、分かってない。まあ、そんなこと言うの、いちいち言うのは技術者だけだけど、うん、LTE を 4G って言ってる人もいるし、いや、厳密には違うんだけどな、とか言うと、まあ、めんどくさいなと思われるかもしれない。そうそうそう。で、今はほとんどの人は 4G 使ってると思うんですよね。うん、そうですね。あの携帯の家に 4G って出てるじゃないですか。出てる、うん、うん。で、その 4G の継ぎ手として出てきたのが 5G。 5G ね、うん、大体10年おきぐらいで変わってるんですよ、うん、で今 Beyond 6G っつって 6G の開発してる人も多分いるんですよ。あ、まあそうでしょうね。そんぐらいやってないともう間に合わないですよね。そう、だから10年単位で大体変わってってるんですよ、今のジェネレーションのことによって、うんうん。でさっき言った通り 5G ってのは高速大容量、要するにすごく速く通信できますよっていうのと、ものすごい遅延がないですよっていうのと、あの人がいっぱい集まっても切れませんよっていう3つを目指してるよって話ですね。最初の触れ込みによると、何ですか、ほら2時間の映画が数秒でダウンロードできますとか言ってみたりとか。あ、そう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 、体感的にそういう感じとか、なんかそのライブも、なんていうんですか、ライブ配信も何つうの、マルチアングルが、うん、同時に配信できますみたいな、うん、で自分の好きな角度から見ることができますみたいなっていうようなイメージですっていうふうには聞いたことあるんですけど。そうそう。で、総務省かな、総務省が 5G がちゃんと世の中に普及したらこういう生活になりますよみたいなね、なんかYouTube じゃないけどなんか動画を配信してるんですよ。うん。でそれを見ると、例えばすごい田舎みたいなところに若者が行って、うん、すごい寂れたなんかお店みたいなところに入るんですけど、うん、全部タグで商品にタグがついてて、うん、勝手に持ち出すんだけど、もう決済勝手に終わってますよ。ああ、なんかそれなんかアメリカで試験的にもうやってますよね。そうそうそう、そういうのとか、うん、あとはそのなんていうのかな、ホロビジョンかな、うん、ホログラムかなんかで、その遠隔で離れた人たちがそのおじいちゃんの家に集まってみんなで演奏会やるとかね、うん、だからそういうのが普通にできる。で当然ドローンで、ブッブッブッの配達みたいなのも全部ドローンでやってるみたいな。あ、なるほど。そういうなんか総務省がこんな世界になるよみたいな動画があるんですけど、うん、まさにそういうのを目指すためのフォーマット作りですよね、 5G の作りって、うんうんうん、っていう感じなんです。でこれまあ体感的にはそういう世界ってまだ来てないんですけど、うん、それはどうなんですか。そのネットワークは整ってるんだけど、そういった端末というかそういったのに対応している機器が開発されてないってことなんですかね。どうなのかな。まあ技術的には多分全然もういけるんだと思う。回線はもう全部万端なんですか、ね、社会とか法律とかが全然追いついてないんじゃないですかね。ああ、もう特にね、日本は法整備が遅いですからね。そうそう。まあ自動運転とかもちょくちょく始まってるじゃないですか。自動運転もね、なんかレベル3ぐらいまでなんだかなとかって言ってましたよね。そうそうそう。ただどこまで機械を信用できるかってことですよね。じゃあこれで事故が起きた時、責任の所在はどこにあるんだって話ですよね。そうそう。だからやっぱ新しいことを始めようとすると、結局そういう障壁というか、やっぱり変えたくない人もいるし、うん、なんかあった時どうなんだみたいな話もあるから。そう、利権もあるからね。うん。難しいですよ。そうそうそう。だからそのエネルギー問題が解決するっていうことは、そのエネルギー会社はどうなるのかって話になってくるしね。そうそうそう。うん、まあ、僕もそういう仕事にで携わってはいるけど、まあ、それがいいのかって言われると何とも言い難いことがありますけど、そうそう。で、5G っていうのは今はちょくちょく始まってるんですけど、うん、
なんか電波がちゃんとした 5G って28ギガ帯っていう高周波数帯を使うんですよね、うん、だけど今はまあ各キャリアが今まで使ってた電波のちょっと違う周波数 3.7 ギガとか 4.5 ギガっていう周波数を主に使ってて、うん、でゆくゆくはその高周波数帯を使った通信に移行するみたいな。あそっか、だからもうあれですね、 AM と AM が混んできちゃったから FM ができてみたいな、なんかさ、まあ、うん、FM と AM ってなんだっけ、あれが違うんだよ、方式が全然違うんだよ、全然違うから、周波数だけの話じゃない、だからもう音質も全然違いますからね、そうですよね、だからなそういう電波の話も多少出てきますが、まあ要するになんか電波にも特徴があって、なんかその高周波だとなんか近くまでしか届かないとかね、なんかいろいろあるんですよ、うんうんうん、回り込みがないとか、できないとか、なんかいろいろあるんですけど、うん、まあ、その辺はそのうまくカバーしていくのかなっていう話ですね。 あとはローカル 5G とかいう言葉があって、うん、その例えばさっき言った人が集まるところにちっちゃい基地局をいっぱい置いて、そこのエリアだけですごい速い通信が実現できるとかね、あそういうのもあって、昔で言うとなんだろう、あれですよね、 YMAX じゃなくてなんかそんな感じのやつにちょっと近いかな。あでもこれってこの要はこの 5G の契約をしてないと、そうですよ、それを享受できないっていうことじゃないですか。要するに端末が 5G 対応なものを使うために各キャリア、要するに 5G 対応の端末を買う必要があります。それまあそれもさることながら、その 5G のその電波の契約しないといけないわけじゃないですか。うん、だから今って結構そのフリー Wi-Fi、うん、Wi-Fi っていうのがなんかまあ、昔でいう無線 LAN っていうんですか、うん、っていうのが、まあ幅を利かせてるっていうか状態じゃないですか。これで 5G とか 4G とかっていうその辺のこのあれ差はどうなっていくんですかね、この違いっていうか。無線の Wi-Fi って結局あれは LAN なんで、 LAN って ローカルエリアネットワークっていうか、うん、LAN をただ無線にして飛ばしてるだけなんですよ、ね、うん、だあれっていうのはその家にあるこのインターネットを有線でつないでる状態を無線にしてるだけじゃないですか。そうそう、それってそれとそれのその 5G とそれって 5G とかとかまた関係ない感じ。それは関係ない、関係ないわけですよね。だからじゃあ家にいてこの Wi-Fi かなんかでつながってる状態っていうのはその 5G とはまた違ったネットワーク環境だっていうことですよね。だって結局今の携帯もその Wi-Fi 切ると 3G とか 4G でつながるじゃないですか。うんうん、それと同じですよ。だからその例えばその 5G の方がその Wi-Fi でつながるよりもそのいろんな情報を多角的に、受信できるようになるっていうことですよね。そう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 、うん、そうなんだけど、その今で言うとさ、 Wi-Fi の方が特にお金はかからないっていうか、まあそのインターネットが無制限で使える環境であれば、うん、別に何ダウンロードいっぱいしてもお金かかんないでしょ。そう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 。だけどまあその課金がどうなるのか分かんないですけど、うん、そんなね 5G でさめちゃくちゃダウンロードできるから、じゃあお金もべらぼうに取られるのかって言ったら絶対誰も使わないから、うん、その辺もやっぱ変える必要あるでしょうし、なんかいろいろこうまだ過渡期なんじゃないかなと思うんですよね。そうそう、だからこの間ザ・ノンフィクション見てて、フリー Wi-Fi で生き延びてるホームレスの人いるんですよ。あ、はいはい、うん、でどうにかそれでフリー Wi-Fi がなければもうとっくに路上生活者になってたっていうようなね、情報も得られないのでっていうね、炊き出しの情報とかもそうだし、求人情報とかもフリー Wi-Fi で探してみたいな感じなので、これはこの 5G とどうなんかこのミスか どのようにこう絡んで今後絡んでくるのかなっていうちょっとなんかあれもありますよね。フリー Wi-Fi って僕思うんですけど、あんまりこう何て言うか統一されてないっていうか、結構ノラ Wi-Fi いっぱいあっちこっちにいるじゃないですか。そうそう、ノラ Wi-Fi はもう鬱陶しいからあれですよね最近切っちゃいますよね。あれでしょう、だからもうオリンピックに向けていろいろ打ったんだろうけどさ、外国の人がいっぱい来るからね、うん、
でも なんかね統一してほしいもんですよね。そうですね。もうあります、ね、極端に遅かったりするじゃないですか。あれはだから結局家にあるあれと変わんないから、無線ルーターとか全然変わんないものも あれ距離に移動するんですか、あれって。え、距離に移動するんですかね、ルーター。そうだし、接続者にも移動しますよね。いっぱいの人が同じとこちょっと噛んじゃったら、それは接続機器が多ければやっぱそれだけ遅くなるってことですよね。だから無線 LAN には繋がってるけど、その先に繋がってないから、もうどうしようもない。水道と一緒ですよね。その水道の先がいっぱいあるとちょろちょろになっちゃうよっていうことですよね。そう同じ、うん、そうか、データの流れっていうのは、まあ、水道に近いっていう感じですね。うん、だからそこがめちゃくちゃ広くなるよっていう、うん、あれ 5G とかだとね、うん、でまあ細かくいろいろ技術の話があるんでしょうけど、今はそこの話をしてもしょうがないので、うんうん、技術的な話はしませんが、まあ結論から言うと、結局そういうなんていうのかな、多言同時接続とか大容量だったりとか、うん、低遅延っていうのを目指すためのものが今まさに 5G として整備されていっているので、まあそのうち置き換わっていくんじゃないかなっていう感じです。もう 3G とかもどんどんなくなっちゃってますからね、今ね。ああ、サービス終了してるっていう。そう。このインターネットのこのサービスを突然終了するっていう、まあまあユーザーが少なくなったからとか、ね、利益が見込めないからっていう、まあ理由なんでしょうけど、まあそれこそまあ資本主義の、まあ基本なんでしょうけど、これあれですよね、ソシャゲが突然サービス終了とかっていう、この悲しさにちょっと似てますよね。そうですね。だから僕も携わってた、昔携わってた装置がどんどん世の中のからお役目を終わって終了していく、まあちょっと切ないなと思ってみて。切ないですよね。でももうポケベルなんて誰も使ってないんですか。そうですね。ポケベルも終わっちゃったし、ページャーっていうんですけど、ね、だからあれなんですよね、僕ソシャゲって一切やらないのはそこなんですよね。いつかなくなっちゃう。そう、信じてないんですよ、データって。そういったデータ通信さ、だからなんていうんですか、電子書籍も買わないし。そうね、サービス元がなくなっちゃった。そう、ほとんど同じ値段するのに、なんか急にサービス終了って言ったら今までのデータ全部なく使えないじゃないですか。紙媒体に勝るものはやっぱないですよね、場所取りますけど。やっぱり僕ら昭和の世代の取り残されてる。やっぱね、物にね固執するのって我々が最後の世代ですね。 Z 世代と言われる人たちは全然そんなのないの。ない、絶対そのないの。なんか収集癖とか、なんかこれフィジカルで買わないととか、そういうこだわりとか全然ないじゃないですか。やっぱりアナログレコードとして物として持っておきたいとかさ、うん、音楽を アルバム単位で聴きたいとかさ、うんうん、そういう価値観ってもうないんですよ。もうないんですよ。ない。悲しいし、まあ悲しいけど、これって戦争なのよねっていうあれですね。スレッガーロード。だから、さっきも言った通り、まあ、その 3G の技術書みたいなの買った時に、その最後の方にさ、うん、もうサーバーって番組とかサーバーに格納されていて、うん、携帯端末を使って自分が好きな時に好きなものを見る時代が来るって2000年ぐらい読んで、そうって思ったけど、今まさにそうなって。いや、そうですよ。そう、うん、本当テレビなんか、ね、生まれたデジタルネイティブ世代がまさにそういうわけですよね。そうだから、テレビの前に座って始まるのをドキドキ待ってるなんていうことってもうないわけですよね。ないんですよ。だからテレビがどんどんね、まあ余震波あっても配信ライブじゃないですか。そうですね、うん、まああれだってアーカイブがあるしっていうところで、だからあれですよ、どう話を落とそうかあれですけど、うん、僕最近アイドルさんとかのさ配信、うん、SNS とか使ってインスタグラムライブとかさ、うんうん、あれって普通にやってるけど、よく考えたらすごいことやってんなっていうことですよね。だって個人がさ、一つの端末を使って世界配信してるわけですよね。そうだから、まあ我々がやってることもそれにほとんど近いことで、うん、これを垂れ流ししてね、全然お会いしたこともない方が何千回も見てくれてる動画もあるわけじゃないですか、うん、これって本当奇跡だなって思いますよね。でそういうのをまあインターネットで見る、要するにインターネットっていうか、その在宅でパソコンで見るのもあれだけど、うん、
5G 使ってものすごい 4K8K の動画でこれを見てほしいですね。あーなるほどね。これ全く絵に動きはないんですよね。こう我が動画っていうのは絵に動きがないことが定評なのでですね。いやそういったものが実現できるインフラをあのその世代のことを 5G と呼ぶので別に 5G はコロナを呼び寄せたりはしませんし、ワクチンを打ったからといって 5G に接続されるようなことはございませんということが言いたかった。いやいやいや、もうなるほど、そこのところでうまくまとまりました。もうとはいえですね、我々トモさんと音楽ユニットをやっとるんですが、はい、あれですね、我々の音楽の表現方法もなんといろいろちょっと試行錯誤していきたいところですよね、今後ね。だからさっきも言ったけど 5G だかどうかわかんないけど、そのリモートのレイテンシーゼロでライブすることだってできるわけです、うん、そうですね。なるほど。だからレイテンシーゼロのセッションができるってことですよね。そうそうそう、うん、だまあそこ本当それを収録して、まあ世に放つこともできるっていう、まあ夢のような時代がやってくるというところですね。そうですね、はい、なんで夢はあると思います。夢はありますね。まあ、本当に今年に入ってから何曲かポンポンと音楽をリリースさせていただいたんですけども、おおむね好評いただいてまして、嬉しいですね。そうですね、やっぱりいいものですね。あ、そう、いいもの。そう、知人からもね、3回ぐらい連続で見てしまったって言われてね、ああ嬉しかったですね。なかなかやっぱり、うん、真剣に遊ぶっていいなって。あとやっぱり芸人たるもの手に芸があって。ああ、そう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 。わ、これまたなんか繋がりましたね。今ね。っていう感じですかね。そんな感じですか。はい。うん、そうですね。はい。なので、まあ、ナレッジアーマードレコメンドとしてお話しさせていただきましたけれども、ある程度やっぱり知識があったりとか、そういうことがやってる人からすると、なんかとんでもないこと言ってるなってことがたまに耳に入ってくるんですけど、やっぱりちゃんとした知識を持つということは私は重要だと思います。そういうね、トモさんからありがたいお言葉をたまありまして。だってさ、そんな簡単につながっちゃうんだったら僕らが一生懸命やってる仕事ってどうなんだって話じゃないですか。いっぱい記述書を英語で読んだりとかしてさ、まあ、本当に陰謀論にハマる人っていうのはもう本当に自分だけしか自分たちだけが知り得たと思ったことをどうにかしてみんなにこう教えて、自分がこうね、パイオニアになりたいっていう気持ちが強い人たちっていうことですので、なるほどね。なんでね、オカルト雑誌でも読んでほしい。そうっすね。まあまあ、ということで惑わされないように楽しく生きていきたいところですね。正しい知識を持っていれば自分もあれで惑わされることはございませんので、うん、安心してください、ね、ということで、情報を選んで、自分で選んでサバイブしていかなきゃいけないよっていうことですね。そうですね、ということで 5G の話、トモさんに、いろいろ脱線しましたけどお話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。